宮城県代表、大阪府ビューティーケア赤十字講師団、田中恵子さんです。テーマは、しなやかな活動で希望の芽生え。ご来場の皆様、ありがとうございます。まもなく20年を迎えようとしている阪神・淡路大震災。今でも体が震えるほど恐ろしい震災でした。その直後、何か自分にできることはないだろうかと思い、被災地の市役所に電話を入れて、初めてボランティアという当時は耳慣れない言葉を聞きました。被災地ではまだ水が出ていない状況でしたので、ほこりや汗で頭皮がかゆいのではと思い、ブラシに10センチに切ったガーゼを挟み、髪を溶かすというインスタントシャンプーを思いつき、被災地の皆様に多くの笑顔をいただきました。この時の感動を宮中深く留めることができ、人を支えるのは社会や制度ではなく人の心であることを学びました。その年の夏、テレビにお年寄りの方々が映し出され、ビューティーケアを受けながら嬉しそうに会話をされている様子です。わあ、シワが伸びてお嫁に行けそうじゃ。おお、いい気持ちだこと。照れながらも嬉しそうに会話をされている様子が画面いっぱいにあふれていました。早くに母を亡くした私は、生きていればもっともっと触れていたかったなと思うと、涙がポロポロあふれてきました。このボランティアをしたいという気持ちが胸いっぱいに広がり、16年前、大阪にビューティーケア赤十字奉仕団を立ち上げました。私たちの活動は、手のぬくもりで言葉を伝えるボランティアです。皆様、恐れ入りますが、お隣の方と手を触れ合っていただけますでしょうか。ありがとうのメッセージです。言葉を交わさなくても、血の通った人間同士が心を通わせ、そばに寄り添い、愛の架け橋となっているタオルをお互いにかけたとき、優しい気持ちになれる、なれるのです。それから毎年仲間を増やしつつ、お年寄りへのこのボランティアを続けていましたところ、2011年3月11日、あの日テレビで見た東北各地の惨状、本当に日本で起きていることなのだろうかと言葉を失うほど衝撃を受けました。地震、津波、原発、風評被害、農作物出荷停止という五重苦の町。当時、福島県はボランティアが入りにくく、心のケアとして現地入りしてくださいと日赤から要請があり、大震災から3ヶ月後の6月7日、日赤大阪福祉部チームとして、芸能奉仕団、写真奉仕団、ビューティーケア奉仕団、支部職員の総勢31名が福島県に向け出発しました。車中11時間という長丁場を乗り切り、猪苗代、裏磐梯の避難所4か所を訪問し、原発3キロ圏内から避難されていた浪江町、大熊町の200名の皆様とお会いすることができました。被災地での活動は、手、顔、肩、
足への1対1によるスキンシップや笑顔で会話をし、触れることで優しさを共有し、多くの人に笑顔をいただきました。その中で3ヶ月ぶりにお化粧したわ、生きている気がするわ、元気が出たわ、全部流されちゃって、安心されたのか、足のケアの途中ぐっすりと眠ってしまわれた方もいらっしゃいました。ケアの技術というよりも、人として人を思う心が届いたのでしょうか。2か所目の訪問先、ビステル猪苗代に到着した時のこと、思いがけないことが、レンゲとマーガレットの花が瓶いっぱいに詰められたブーケと、大阪の皆様ありがとうございました、忘れませんというメッセージが届いたのです。圧倒的な悲しみと涙の中にあっても、応援で心が和らいだよと気持ちの込められたブーケに、団員の目には涙が溢れていました。いくつものつらい経験をされつつも、希望と芽生えを信じて頑張っておられる皆様、私たちももっともっと心を磨いて、再び被災地の皆様とお会いしたいと思っております。赤十字のマークを胸に、できる時にできることを精一杯しなやかに活動できる幸せに感謝をしながら、これからも活動を続けたいと思います。忘れない東日本大震災を、